はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、今回は、純正グループをね、用意してきたんでやっていきたいんですけど、磁場コイルマジでさ、一番きついんだよな。まあ、ドヒドムドウいないと、ただ、ランドロスとかも無理だから、ドヒドムドウは絶対選出したくて。ってなると、バンギで磁場コも全部見んのか？まあ、頑張るしかない、これね。頑張るしかない。初手合わせたいな、なるべく。バンギ合わせるか。で、ボディプレスあったら、まあ、しゃーないくって、みたいな感じかな。ちょね、磁場コイルがなんかちょびちょびいるんだよな。シーズン9の時磁場コイルめっちゃ多くて、磁場コのラゴンってめっちゃ流行ってて、トリトドンで全部封殺して勝ってたんだけど、さすがにね、この順天環境でトリトドンは生きていけないんだよな。バンギから入っちゃったけど。これさ、相手バカだったら膝打ってくるから守って、めっちゃアド取れるんだけど、偉い人こう大魔切ってくんだよな。で大魔切られるとバンギ死んじゃうからね、さすがに、一回素直に引かざるを得なくて。だからこれ相手が膝押してきた時に、もうなんで守んなかったのってめっちゃ思うっていう。ほらね。ほらね。こうなるんだよ、マジで。まあ、思念は無理だから、ここ再生から、ネットめちゃくちゃ押したいけど、再生から入るしかないよね。まあ、ナックルか。あ、スビキー、はい。ランドロス。これ多分、剣舞のやつだね。まあ、磁場コイルよりこっちの方がいくらかマシな気はするけど。いやー言ってもだな。もう、だからドヒドヒで嫌なんだよな。ランドロスにめちゃくちゃ隙見せるから。そのくせこいつ受け身ラーの時、さあ、まあ、TOD するには悪くないんだけど、TOD 非常に向いてるポケモンなんだけど、結局でもその、死なないっていうメリットが生きないんだよな、TOD のせいで。無道引いて、まあ、剣舞でしょ、おそらく。これさあ、切り連打してさ、あれかな、昔の、トゲキスの処理ルートみたいに、切り連打して、殴ってくるタイミングで無道に頑張って引こうみたいな、話なのかな。ちょっと鉄壁からで。ここなんかね、大魔切んないでね、一回ストーンエッジとか押してくる人が、いるんだけど、ああ、この人は素直に大魔切ってくる。まあ、5つ目だとこれが即死につながるから、回復味持たせてるんだけど、なんか結構ね、相手の持ち物次第だったり、弾があるかないかとか、乱数によってめちゃくちゃ振れ幅があるから、不安定極まりない処理ルートなんだよね。これ火力ないやつだな、めちゃくちゃ。100ぐらいしか入ってないぞ。これは余裕だね、悪いけど。次、羽でいいね。火力相当低くない？このランドロス。耐久振ってるよね。オッケー、ダイマー無駄打ちさせて、しかもなんか無駄の木の実温存できたのめっちゃでかいけど。磁場コやめろ！磁場コやめろ！やめてくれ！オッケー、ウツロイドは大丈夫。相手だけダイマーないから、これなんとかなるわ。ぶねー。なんかね、意地玉とかだとね、あとその、なんか木の実が発動しないんだよね、乱数によって。本当に、もうさ、不安定の王様みたいな感じだけどさ、小判引きで。まあまあ、10万飛んでくるか、メテオビームで頑張ってくるかだと思うけど。いずれにしてもまあ、ここは番儀引き安定で。メテオビーム。ただ、こいつはやっぱちゃんと受けようと思ったらね、さすがに、番儀でもちょっと苦しいんだよね。なんで岩タイプにさ、岩タイプ、さ、等倍で入んのおかしくない？岩タイプには、お互いゴツゴツしてて、さあ、ノーダメだろっていう思ってるんだけど。だステルスロックもバンギに半減で入ってほしいってずっと思ってたんだけどさ。強すぎだろ、こいつ。なんでこんな砂入ってるバンギにさ、入るんだよって毎回思う。でも、まあ、等倍だからこれぐらい入るよねっていう。半減でノーダメージの感覚でいたからさ。なんか、思わない？岩に岩だよ。ゴツゴツしてるものにゴツゴツしてるもの当ててんだからさ。ねえ。
で、このランドロスは OK で、ウツロイド、パワフルハーブ消耗したから、バンギーがちょっと削れちゃってるけど、それ以上にメテオビームを一瞬で打ってこないっていうのが、でかいね。で、10万にはまあ投げ放題みたいなとこあるから。無動引きでいいでしょ。で、こっからもう大ロックじゃないから、剣舞から来るのは、ストーンエッジの急所以外は大丈夫だね。割と。剣舞。まあまあまあ。バンギーにさ、レンチとか刺してさ、こういう舐めたの、大アイスとかでぶっ殺そうかと思ったけどさ、威嚇入るし、バンギー A に裂く余裕ない。あー、はいはいはい。そういうことね。これだと、ちょっとダメージでかいけど、まあでもここ羽安定かな。頑丈残るとウツロイドにね、プレス打つ話も出てきて、一回羽でいいと思うけどね。剣舞6回積んでストーンエッジとかなのかな、相手。ああ、それにかけてきた。これ、急所もらわないように早めに殴った方がいいよね。まあ一応頑丈あれば、どんなヤバいの来ても頑丈で一回耐えて木の実食って大魔切れば、まだランドロスとやり合えるから、そんなあれなんだけど、だからこのプレスが相手は、割と浮かんないはずだけどな。ランドロスに入んない、引いてくるかなと思ったけど全然引いてこない。もう こいつ多分これで、あれだろうね。仕留め切る覚悟があるね。ただまあまあいいダメージ入んだよな。羽でいいでしょ。次の急所がまずいけど、エッジ急所当たりやすい技だからね。これ、大魔切っていいか。いやー、大魔切った後の、エースマン引きに対してさ、無力すぎるよね。だったら、こう、プレスで頑張っていいか。いやー、こうなるとやっぱ、アイヘの枠あれだな。ブレバにしたいな。取り口とか。相手めちゃくちゃ当ててるけどね。これでも、こんだけ撃たれてるから、急所当たっても文句言えねえな。ちょっと次ぐらいひょいってしてもよくない？ひょいって、避けてもよくない？あ、引いた。オッケー。これ裏プレスで死ぬぞ。一体。おら。バゴーン。つえ。やった。しかもランドロス引いてくれたおかげで、だいぶ余裕できたな。まあ、ウツロイド困るから、たら、対面からだったら、こっち、ドヒドイデで、ダイマックスも切れるから。まあまあまあ、バンギ引くしかないけど、ここは一回。オッケー、こうさん、まだ相手勝ち筋あったけどね。追ってこなくてよかったわ。ちょ、もう一戦行きます。めっちゃきつかったな、今の試合。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これさ、いまだにさ、パチンコドラゴン使ってるのマジどうかしてるだろう。もう、どうすんだよ、いまだにパチンコドラゴンいんの。ね、どうやってこれ倒せばいいの無理なんだけど。パチンコドラゴン倒すの。昔はね、クレベースが入ってたから、それでまだ多少頑張れたんだけど、まあクレベースも受けになってないんだけどね。クレベースもいたから、まあでも、だいぶマシだったんだけど、これ十中八九パチンコドラゴン出てくるじゃん、こんなん。ブルルで、初手から行くか。それしかない。で、一応レヒレも見れるから。で、ドヒドで、馬車ケアして、レジロックはまあ、考えなくてもいいだろう。あれはさすがに。で、バンギでいいかな、最後。サンダー考えると。クレセの方がいい話ある？あー、馬車考えるとクレセの方がいいか。ポリゴンもそうだし。うん、これで行こう。バンギの枠をさ、クレセで。いや、結局、ボルチェンで削られてきつい。あー、でも残飯持つなら、クレセでもいいのか。まあ、耐久が少し、バンギより若干落ちる感じあるけど、サザンとかも別にいないしね、全然。来たー、いきなり初手から来た。まあ、初手から来るって分かってたから、こっちブルルから入ってんだけどさ。どうすんの、これ。こいつガチで、もう、また、もういつのシーズンだってもうこいつにやられてんじゃん。これダメ系してないけど、でもね、半減だから、だいぶマシなダメージだと思う。ねえ、ツバメ返しやめてお願い。
それ死んじゃうんだよな。悩んでる。来た。無理やて、それは。ああ、これドヒドとクルクルする。一発耐えないか。いや、無理だ。張り切りあるからさすがにゲロだな。いくらツバメ返しの大ジェットが弱いとはいえ。ブルル。まあ、ヒットポイント振ってるけど、B にそんな振ってるわけじゃない。全然振ってない方だから。絶対やめろ。ああ、来た。耐えてくんない？ワンチャン。耐えるならまだ未来がある。全然未来があるよこれは。オッケー、アドリー当てる。あー、ダイマックスからすれば、どんぐらい入ってる。160ぐらい入ってるから守っても死ぬよな。まあ、ウォールするか。どっちでウォールをした方がいい？守る。ヤドリをしていいか。ちょ、こいつの BP までさすがに増やす余裕なかったんだけど。ちょ、こいつ、めっちゃキーマンなんだよな。で、これで、サンダーじゃ死なない状態にして、ジェットにドヒド投げて、電撃くちばしを統治化して、感じかな。で、2サイクル目以降はドヒ、いやー、電撃くちばしがゲロだ。ドヒドさえでもなんとか合わせれれば、統治下で一回食らって、みたいな。オッケー。これで相手サンダーもう打てないでしょ。さすがに。フィールドもすぐ取り返されちゃうしね。なんなら、ターン数伸びるから。ここでサンダー打ってくるかな。打たないよね。ヤドリギもらってんの、まあまあめんどくさい気持ちになると思うんだけどな。ブルルしかもなんかそうこうしてるうちに、まあまあ回復してきたけどね。ドヒド引きで。ブルルに残飯持たせてさ、ヤドミが守るってやるの。いやー、バカらしいなー、それは。でも、インファで、いやー、殺せねえからな、ナットレ、さすがに。一瞬今面白いかと思ったけど、これジェットだよね。バーン。いいね、一番安いやつ来た。ねえ、ここ引かれて、裏からまたこいつ出てくるだけで。まあ、祈るしかない、もう。祈るしかないんだよね、これ。ダイマももう切っちゃったから、こっちも。なんか無理やりダイマでごまかそうみたいなノリも通用しないしね。レヒネがこっから出てくんのがまあうざいけど、ね、いやー、相手でも。まあ、こう統治下でもしかないよ、さすがに。さすがに統治下しかない。相手でもこっからさ、統治下食らいながらでも気にせずさ、くちばし押しまくったらさ、ドヒド殺せるわけだからさ、突っ込んできていいと思うんだけどな。そこに2連統治下で見せていきたいけどね。オッケー、突っ込んできてる。ちょ、火炎放射あるのだけやめてほしいんだよね。それはちょっと、オッケー。この後に呼んでそこまできついパッチラオンが想定しきれないからね。ねえ、ここ相手、まあ、電口打つか、でもさ、ブルル引きとかまあめんどくさいんじゃないの？ああ、でもブルルあれぐらいの HP だったら持っていけるか、こいつの。バカみたいな火力は。いや、でも毒とヤドリギでめっちゃ削れてるぞ。ちょ、グラスフィールド早く切れろ、マジで。で、ここ、統治化しながら、ヤドリギある分ね、多分ちょっとマシだと思うんだよな。決まらないけど、そう。いや、でも100残ればいいわけでしょ。で、2回分ぐらいいろいろ回復するから、100ぐらいまでだったら行くんじゃないかな、なんとか。あ、なんとかなるぞ。なんとかなるぞ、これで。オッケー。半分ぐらいまで来たね、しかもパチンコドラゴン。パチンコドラゴンっていう名前通り、未だにパチンコドラゴン使ってるやつ絶対さ、パチンコ打ってたからね。コロナの外出自粛期間も。って言われてるけど、サンダー、はいはいはい。それ、いや、ボルチェあるときついな、これ。ただ相手ここ、放電安定で、ブルル見てから、暴風でもいいわけだから、ここクレセ投げて。ねえ、クレセで殴り続けなきゃダメかな。後出ししてくる。パチンコドラゴンを。
来た。もう、来たねー。来たねー。まあ、ブルル死にながら、行くしかねえか？そこだったら。まあ、瞑想押すしかないか。相手が D 上げてる以上。放電。強っ。ふざけんな、もう。これでこのターン相手引けるじゃん。いや、ここ殴るしかないわ。まあ、木の実あるし、一回瞑想してるから。え、充電の、電キャの色カップって永遠じゃないよね。で、D アップ無視して殴れるから。オッケー、ここで、パチンコドラゴン。来た、倒せ倒せ倒せ。一段階アップの、見せろ見せろ見せろ。ショック。うるっ、いけいけ、バゴーン。お、悪くないんじゃない？オッケー、なんとかなる。危ねえ。パチンコドラゴンガチできついんだよ、もう。いまだにこいつに K が効くようにさ、構築をさ、あれできないからね。そこまで余裕ないからね。で、ショック見てるから、相手挑発をしたいと思うけど。ショック連打でいいか。あ、オッケーオッケー。ぶねえ。許すな、マジでコロナウイルス。パチンコドラゴン、パチンコドラゴンはコロナウイルスではないけどね。じゃあ、GG。あ、チャンネル登録と高評価頼みます。バイバイ。